この動画では 2D ゲーム用の新規プロジェクトの作成手順を解説します。起動。まずランチャーから UE5.1 を起動します。初心者がチュートリアルを行う場合は同じバージョンで作業することをお勧めします。別のバージョンでは若干作業工程が異なる場合やメニューの位置が変わっている可能性など初心者がつまずく要因になりやすいのでお気をつけください。バージョンの最後の .1 の部分は不具合の修正回数的な部分で機能面の変更はないので違っていても大丈夫です。作成。起動をしてからゲームのアイコンを選びブランクプロジェクトを選択します。右下のプロジェクトデフォルトがブループリントなのを確認しターゲットプラットフォームはデスクトップ、品質プリセットはスケーラブルに設定、スターターコンテンツのチェックが外れているのを確認、レートレーシングのチェックが外れているのを確認、プロジェクトの場所のアドレスに日本語が混じっていないことを確認します。フォルダ名などに日本語が入っているとエラーの原因になるので日本語のフォルダがない場所を指定してください。フォルダ名にカッコなどの記号を使うのも避けた方が良いです。プロジェクト名はアンリアル 2D アクションにします。ここは好きな名前に変えても構いません。作成を押してプロジェクトを作成します。ターゲットプラットフォームはモバイルにした方がよりレトロゲームに適した設定から始められたりもしますが、最初の説明としては一般的な要素で構成されているデスクトップで説明したいと思います。品質プリセットはスケーラブルにすることで 2D ゲームと相性の悪い画面効果が取り除かれます。具体的にはプロジェクト設定の自動露出、モーションブラ、アンチエイリアス手法を不使用という変更がかかります。スターターコンテンツは今回必要ありません。レートレーシングも 2D ゲームでは必要ありません。起動したら基本設定を行います。どんどん行くぞ。